君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are Fast Enough 友です。お姉さまの無茶ぶりで北方の日立国鉄の運営を任されてしまいました東北キリタンです。ニコ鉄を売り上げで抜かすまでキリタンポ禁止とかひどいです。手始めに各社の路線計画を見てから傾向と対策を練っていくことにします。建設中の高速鉄道網は各社に運行を丸投げしてしまってもよかったのですが、せっかくなので自社でも運行できないか検討してみます。現在建設済みまたは建設中の路線一覧です。結構多いですね。こんなに一気に作ったら沿線開発が手に回らなくなりそうです。もう少し計画性を持って開発してもらいたいものですね。まず日立国鉄が保有する予定の区間を確認していきます。カリブ中央から地方へ路線が伸びる形となっており、各路線はカリブ中央で分断されていて直通できないようです。南方への路線は浅間山荘信号所までを所有、ニコ鉄や横鉄が肩乗り入れする予定となっています。北方の路線はカリブ中央で南方からの直通乗り入れを阻止しているので平和に運行できそうです。他の各社の様子も見ていきます。ではニコ鉄から。ニコ鉄は最も早い130年前から鉄道での開発を始めていました。比較的早い段階から170キロの SL 特急を走らせたりしています。しかしその後はそれほど高速化されず200キロ程度で頭打ちとなっています。おそらく後先考えずに早い車両ばかり選んだためネタ切れになったのでしょう。計画的乱開発とは何だったのか。一般的に近距離の輸送力増強と高速化の両立は難しいので高速線を新設して遠近分離を図ると思われます。横瀬都市圏はリニューアル時に高速線用地が確保されています。三福線、つまりニコ鉄、横電、横鉄がそれぞれ一路線分のみの確保となっているようです。これ絶対足りない気がします。なぜ複々線化や新路線開業を想定して用地確保しなかったのか小一時間問い詰めたいです。それはいいとして、カリブ中央から浅間山荘信号所までの高速線は日立国鉄が路線を所有しています。ニコ鉄側からの肩乗り入れを前提に建設されているのでここに入る余地はなさそうです。まあカリブ中央を通過型に改造したら再交渉の余地がありそうです。乗り入れ距離にもよりますが相互直通は可能でしょう。次に横須賀鉄道を見ていきます。横鉄はすでにメキシからカリブ中央間の高速線を建設営業を開始しています。山脈で隔てられた東西の連絡が東西本線1路線しかないので旅客分散のために先行して建設されたらしいです。最高速度は200キロと控えめだったり、メキシから横須賀方面は在来線直通なので今後改良されていきそうです。新規路線は湾岸環状線の外周を走る環状路線、そしてメキシコ市からメキシを結ぶ支線を建設するようです。今までメキシコ、メキシと横瀬は乗り換えなしで行けなかったので東西の流動が大きく変わりそうです。一定の優位性があったカリブ中央経由も減りそうなのでうまくてこ入れしたいですね。南方は山側の鉄道空白地帯を通るようです。この辺りは横電もゴリゴリ開拓していきそうなので旅客の奪い合いか押し付け合いが起きそうですね。最後に横電です。岐阜から横瀬、立須賀を経由して外山方面へ抜けていくようです。公表されている計画は岐阜までとなっていますが、空間軌道で新名線までつなぐってお姉さまが言っていました。空間軌道は高速鉄道には分類されないので建設計画の申請は不要らしいです。地球と違って事務手続きがほぼないに等しいのが楽でいいです。カリブ中央をまたいでの運行ができないので、ニコ鉄、横鉄が冷泉方面へ直通できないのを逆手に取ったようです。さすがお姉様です。南方は、海側と山側という違いはありますが、ニコ鉄と同じく熊谷方面へ接続するようです。ニコ鉄は、すでに高速線を走らせているので、それと直通すると思われますが、横電はどうするのでしょう。あの混沌とした上空に路線を通すのは超めんどいので、どこかの会社と直通するつもりでしょうか。そうすると熊谷から横瀬で競合することになりそうですね。
これ冷泉方面じゃなくてカリブ中央方面へつなげばさらに競合範囲が広がりますね。なるほど、これを見越して私をここに送り込んだのですね。さすがお姉様です。これはワンチャンありそうです。それでは給料分の仕事をするとしますか。東海鉄道と交渉した結果、近鉄5万系高速対応改造車を無償譲渡及び無条件での熊谷駅までの乗り入れを快諾していただきました。これが無欠改造というやつですね。学校で習いました。私はこういう仕事に向いているのかもしれません。車両は横電の赤色に合わせて塗り替えました。赤なので3倍速い390キロ出ます。日立国鉄と横電、東海鉄道との運行計画はこのようになりました。横電は新冷泉から取引までの区間運行です。双葉方面は自社単独運行なので問題ないでしょう。東海鉄道と日立国鉄が熊谷からカリブまでの運行です。ん、横瀬に止まらない？そんな地方駅には興味ありません。圧倒的ノンストップで行きます。これで二個鉄対策は十分でしょう。自社の拠点駅を通過させるなど狂気の沙汰、さすがにニコ鉄はやってこないでしょう。そろそろ日も暮れてきたので帰るとしますか。社員寮の手配が済むまで横瀬からの長距離通勤なので辛いです。あ、ずん姉様、お仕事お疲れ様。一緒に帰りましょう。来たお姉様。何？いつの間に車を買ったのですか？免許取ったついでに。お姉様。何？なんで速度計が500キロまであるのですか？メーター振り切れたら速度わからなくなるでしょ。安全運転で行きましょう。お姉ちゃんに任せなさい。君と見た世界。
友です。お姉様の無茶ぶりで北方の日立国鉄の運営を任されてしまいました東北キリタンです。ニコ鉄を売り上げで抜かすまでキリタンポ禁止とかひどいです。手始めに各社の路線計画を見てから傾向と対策を練っていくことにします。建設中の高速鉄道網は各社に運行を丸投げしてしまってもよかったのですが、せっかくなので自社でも運行できないか検討してみます。現在建設済みまたは建設中の路線一覧です。結構多いですね。こんなに一気に作ったら沿線開発が手に回らなくなりそうです。もう少し計画性を持って開発してもらいたいものですね。まず日立国鉄が保有する予定の区間を確認していきます。カリブ中央から地方へ路線が伸びる形となっており、各路線はカリブ中央で分断されていて直通できないようです。南方への路線は浅間山荘信号所までを所有、ニコ鉄や横鉄が肩乗り入れする予定となっています。北方の路線はカリブ中央で南方からの直通乗り入れを阻止しているので平和に運行できそうです。他の各社の様子も見ていきます。ではニコ鉄から。ニコ鉄は最も早い130年前から鉄道での開発を始めていました。比較的早い段階から170キロの SL 特急を走らせたりしています。しかしその後はそれほど高速化されず200キロ程度で頭打ちとなっています。おそらく後先考えずに早い車両ばかり選んだためネタ切れになったのでしょう。計画的乱開発とは何だったのか。一般的に近距離の輸送力増強と高速化の両立は難しいので高速線を新設して遠近分離を図ると思われます。横瀬都市圏はリニューアル時に高速線用地が確保されています。三福線、つまりニコ鉄、横電、横鉄がそれぞれ1路線分のみの確保となっているようです。これ絶対足りない気がします。なぜ複々線化や新路線開業を想定して用地確保しなかったのか小一時間問い詰めたいです。それはいいとして、カリブ中央から浅間山荘信号所までの高速線は日立国鉄が路線を所有しています。ニコ鉄側からの肩乗り入れを前提に建設されているのでここに入る余地はなさそうです。まあカリブ中央を通過型に改造したら再交渉の余地がありそうです。乗り入れ距離にもよりますが相互直通は可能でしょう。次に横須賀鉄道を見ていきます。横鉄はすでにメキシからカリブ中央間の高速線を建設、営業を開始しています。山脈で隔てられた東西の連絡が東西本線1路線しかないので旅客分散のために先行して建設されたらしいです。最高速度は200キロと控えめだったり、メキシから横須賀方面は在来線直通なので今後改良されていきそうです。新規路線は湾岸環状線の外周を走る環状路線、そしてメキシコ市からメキシを結ぶ支線を建設するようです。今までメキシコ、メキシと横瀬は乗り換えなしで行けなかったので東西の流動が大きく変わりそうです。一定の優位性があったカリブ中央経由も減りそうなのでうまくてこ入れしたいですね。南方は山側の鉄道空白地帯を通るようです。この辺りは横電もゴリゴリ開拓していきそうなので旅客の奪い合いか押し付け合いが起きそうですね。最後に横電です。岐阜から横瀬、立て塚を経由して外山方面へ抜けていくようです。公表されている計画は岐阜までとなっていますが、空間軌道で新冷線までつなぐってお姉様が言っていました。空間軌道は高速鉄道には分類されないので建設計画の申請は不要らしいです。地球と違って事務手続きがほぼないに等しいのが楽でいいです。